今日の雑談なんですけども、もう暗い気持ちから始めさせていただかないといけないんですけれども、ドラゴンクエストトレジャーズってこのタイトル画面出した時の声やばくない？あれ、野田ゲーかと思ったんやけど、野田ゲーとトレジャーズを一緒にしてる人って俺しかいないかもしれませんけども、なんか野田さんが言ったんかなと思いました。まあそれはいいとしてしまして、そういう暗い気持ち、そしてアマゾンのレビューを今日見ていこうってことなんですけども、これ、僕どうやって動画撮ろうかなって迷ってて、もうわかんないです。わかんないんですね。これ意味ないでて、この動画とかほとんど。ただ、何かの宝を探しに行こうとは僕は思ってます、今でも。でも、この暗い気持ち。でも、何の話？まあ、その、どう撮っていくか見つかるまでは、雑談をするしかないんかなと思ってまして、昨日ちょっと雑談に出ました。僕が買うときに、Amazon のレビュー、一人しかなくて1やったって言ったんですけども、今日見たら増えてたんですね。これ9日って確かになってますけども、今日11日ですけども、Amazon ってレビューのレビューがあるから、多分遅れて今入ってきたんと思いますんで、そしたらめっちゃ1また増えてたんですよ。そっから見ていかなあかん気持ち、寂しい気持ち。でも5のやつもあります。ここ読んでテンション上げて僕の宝を探しに行きたいということですね。行きましょう。1人目。これ面白いですよね。これ何をしてんのこれ、Amazon のレビューし。Amazon のレビューを僕は動画の中で扱うのは返信の儀みたいになるんですけども、何も返信じゃないです。Amazon のレビューで、届くのがちょっと遅かったみたいなとこあるんで、それ当てにならんやんっていうあつもりで言ったことあるぐらいですけども、それぐらいしかアマゾンのレビューは見たことないですけど、ちょっと面白いんですよね。でもこれ今見ると主人公たちの名前が変えられないことなんですけども、神たち主人公たちの名前がもう2人やん。2人しかいないのにたちたちって、じゃあ俺返信時じゃなかった、俺突っ込む必要ないわ。神たち主人公たちの名前が変えられないです。こんなことしてるから俺の動画長くなるやん。俺の動画が一番意味ないんやって。ちょっと待って、名前が変えられないです。変えられて当たり前だと思って購入したので売りたいです。これ2つありまして、僕2つもあるんかい、こんなもんに。あのね、3個ぐらいありますわ、これ売りたいですって。売ればいいや。面白いし、あとね、調べろやっていう、調べれたやろっていうのもありますよね、最初から。あと、一番はやっぱりどんだけ感情移入したんやっていうことやけど、ドラクエってそういえば、その有名な話、主人公が話を1個もせんねんの。声を。ね？ 1 個もせんし、名前もワンからやったっけ？つけれましたよね、自分は。それがいいところですよね。だから、一言も喋らないですよ、11でも。それがすごく感情移入を、誘うんやって、堀井裕二さんか何かから聞いたことあります、僕。でも、喋ってもいたしな、今回のやつと思いました。自分個人的には、FF を10でやめたのは、まあ、その後、僕、また始めたんですけども、15とか、10で話を始めたんですよね。声が出て。で、僕らみたいな昨日から言ってるバッテリーバックアップすらない世代は、バッテリーバックアップも4、5なんか今も。FF は FF っていうか、ゲームの主人公と喋ったらなんかすっごい違和感あったんですよ。マジで。で、僕のいとこ若いから、FF10 から始めましたみたいな人でして、本当にね。で、10が話して当たり前やから、だから始めた時によるんやろうなと思います。音楽とかと一緒で。何の話をしてるんやこれ。だからこの人は結局変えられた当たり前世代ということは僕と同じ世代ってことです、この人たち。だから売りたいですって言ってるけど、免許証あるやろってことですね。はい、じゃあ次行きましょう。これならビルダーズ3を作ってほしかったってことなんですけれども、確かにビルダーズ2僕も面白かったなと思ってますけども、本作はオープンワールド風のアクションゲームです。風というのはオープンワールドにしてはかなり狭いので、風と寄せてもらってます。ちょっと書き方面白いな。ウィッチャー3っていうのは僕は分からない。プレステのゲームかなんかやろね。複数からなるオープンワールド。ああ、多分ってまだ全部やってないってことか。内容レビューに移ります。丁寧やな。そもそもアクションゲームを作るノウハウがない。スクネが本気でアクションを作るゲームだったらどうなったってことなんですけども、これはでも本気っていうのが、もしかしたら本気じゃないかもしれないというツッコミもありまして、という、これ変身の儀じゃないのにツッコむ必要ないわ。というのを具現化したような具、こうなったというのを具現化したようなゲーム。具現化されてますから。じゃあ、突っ込む必要ないわ。ちょっと触っただけでもう、ただならぬクソゲー感を感じます。いやー、そっか。ちょっとテンション上げてかなかな。宝はあるはずや、その中に。まず敵の録音ができます。ただ、ここ共感しちゃってますね、昨日。一本目の動画で。僕、ずっと ZL 押してるって言ってるやんて。まあでも、それは、任天堂ノウハウに僕が慣れてしまってるところがあるんかもしれませんね。だからそれはそここそ机にノウハウとして楽しんでいければいいんじゃないかなと思う。戦闘は主人公がもたついてる間にっていうの。あなたやん、それ。主人公がもたついてる間に3人のお供が倒せ、主人公たち、立ちって、この人、上の人やね、立ちを使ってたの。もたついてるのは自分のさじ加減やろっていうことですよね。
パーティーのわちゃわちゃ感を楽しんでもらいたくてこうしたのかもしれないが、熟練のゲーマーを名乗る関係各位はするし関係各位、これわざとやろ、もうこれ面白いな。ストーリーは子供の2人が主人公というもとまありダメだと。で、写真を見てそれをというエルデンリングというものがゲームのタイトルでしょうね、スルーしたような今更システム。うん、写真を見て同じ場所、確かにドラクエ9はすれ違い通信で宝の場所が分かってんだっけ、なんかそういうので面白かったけど、昨日ビジョンで僕は確かに、うん、そこ行けばあるやんってなってしまいはしましたね。確かに確かにね。あれもそうですか、ゼロって。あ、いや、とにかく何でもいいからドラクエがしたい。難易度低めのゆるゆるアクション大好きみたいな人たちでしょうかって書いてあるけど、別にゆるゆるアクションってこともないなとは僕は正直に思いましたね。行きましょう。長いな、このレビュー。俺の動画を長くしようかどうか迷ってて、今マジでさ、どっちにしようか、この動画の方向性がわかんないですよ。まあ、いや、あんま長いと良くないけど、まあ、雑談でなんか、ちょっといいかなって思ってくれる人がいたら、そんでいいかな、長くても。うん。短くても僕の動画はそんな価値ないもん。価値あるよ、宝の。誰かにとっての宝であればいい。アクションの操作、爽快性がなく、作業クエストっぽい。村人。村人っていうことなんですけど、まず言わせてもらいましょう。この村人の動物の森が一番作業ですし、クエスト。っていうのはもう作業です。だからモンハンも作業やし、ゲームって作業やん。ドラクエ7も作業やっていうことで、ここはだから難しい。ただね、わからんでもないんですね。わからんでもないの、確かに。うん、でも名前が村人なんやってな。アクション好きそうじゃないんやって。はい、アイテム集めそう、あ、ごめんなさい。アイテムを集めるような作業クエストの繰り返しです。確かにな。僕のゼノブレイド、クロスまあ、すごい途中でも何回も寝てる動画アップされてる。ああいう動画があるで、俺 YouTube に嫌われてるんって。俺、ほんと方向性変えなあかんな、ほんとに。まあいいや。じゃあこの動画もあかんやん。また、マップは無駄に広く、モンスターの仲間にするためには特定のアイテムが必要。そうなの？しかもこの人広いって言ってるが。さっきの人狭いって言ってるが。さじ加減やが。育った環境やが。これなら普通にドラクエモンスターズを出して欲しかったと思った。普通にって、ここら辺が僕は経緯が分かってなくて、モンスターズをちょっと変えたものっていう位置づけなんですかね。ただ、すごい人が参考になってて、上の人難しい言葉使ったのに、この人より参考になってないっていうところもあれですね。っていうのが面白い。で、3つけてる方がいらっしゃいますね。これはね、微妙。戦闘において、ほとんどのモンスターが自動でボコってくれるのを眺めるだけが多い。って書いてある。上の人と一緒なんやけど、僕ら、だからバッテリーバックアップより前世代は、見ることもできんかったからね、戦ってるの。剣の絵がピシャンってついたのも、すげえ剣の絵ついたって言ってたんやって。最初、ブルンっつって、ワン、ツーぐらいで、ブルン。で、途中からの、ボスだけ、ピシッってだって、あの音がすっげえかっこいいって、それだけで俺らは楽しんでたからね。あとコマンドやで自動やで、その後。あっち待ってくれてるし。だから、世代です、これは。待っててくれてない時点でもうハラハラします、僕は。待っててくれてないです。ターン制じゃないんですよ。はい。ピシッとある。何やったっけ？無知。無知で全体攻撃なんてあるんやって、あれ4ぐらいやったっけ？全体攻撃であんな絵になって全部に当たってるように見えるんやって、あれだけで楽しんでたんで、それ、自動でボコってくると眺めてるだけで満足しなさい。満足しなさいよ。ビジュアルはまあまあいいが、あまり、そこが宝ですよ。ワクワクするような要素はなく、モンスターの配合等はできない。あ、そうなんや。配合等ができるのがモンスターズってことがわかりますね、これでね。俺長いな、話。ごめん。本当に俺の話が長くて、俺の方が一番作業動画っていうか、まあ、いいやん、作業動画で。作業用動画はいいやん。作業用 BGM みたいな感じでいいやん。動画的にはいいやけど、つまんない1って感じでしょうかね、僕の動画。まあ、でもだから、ここでテンション上げるしかないってことで、5のやつ、5っていうか、いいユーザー、いいという評価のユーザーが5だ、5が2人いらっしゃいました。昨日僕が見た1のどれやったやろ、忘れちゃった。マヤっていうのは女の人かな。マヤ推しだったので、マヤズ購入しました。マヤ推しってこと、そう、だから僕で言うブルマ推しっていうことですよね。まだ序盤ですが、特に、肥満じゃない、ちょっと待って、今なんで俺肥満って言ったかっていうと、ブルマじゃないと思って、4のキャラクターやと思ったんやって、
とか おてんば姫とかの踊り子とかかなと思ったんけど、名前が知ってるも出てこんかった。ミーシャじゃないよ何やったっけ、ミーニャみたいな。俺ね、記憶力めっちゃいいんやけどさ、このゲーム買った発売日ちょっと覚えてたかもしれないけど、ストーリードラクエとか、ま、映画も全ストーリーはの記憶は全くないんですよね、名前も。だからマヤとかも多分会ったことあるんかもしれんけど、だから僕は名前はおいし、まあ、じゃあ何言おうとしたのか分からなかった。自分で決めれた方がいいと思います、僕も。はい。1じゃないです、僕は、評価は。強いて言うなら、フルボイスが逆に、フルボイスか逆にボイス一切なしにしてほしい。これはね、さっき言ったっけ、僕。だから、声が出ることが違和感世代やから、確かにすごい違和感があるんですよ。で、しかもドラクエは喋らないのに、そもそも喋ってるからね。だからトレジャーズなんか。じゃあいいや。ね。12が次出たとしたら、もう僕13のそういえば面白い動画撮ってます。話どんどんされました。じゃあ13のエニックスさんパクってもいいですよっていう動画撮ってますんで、また見て、あ、そこに関連の概要欄に貼っておきましょう。強いて言うならフルボイスが逆にボイスなしにしてほしかった。そうなんですね、喋らない方が僕もドラクエっぽいなと思ったけど、喋らせたかったからトレジャーズにしたと。だから今何言おうとしたかというと、12は喋らんのやろなと思って言いたかったんです。はい。13は僕も位置情報ゲームかなんかにしてたけど、喋らないと思ってます。ポケモンはちょっとわからないです。足りないところ?ポケモンの方が1ってことかな。面白い!でもこれね、2人ともAmazon ユーザー、Amazon カスタマーってなんでちょっと違うかわからんけど、名前は伏せてるんですね、号につけた人はっていうことで。スマホゲーみたいな感じでシンプルで面白いです。これ1やん。スマホゲーって言っちゃったらダメじゃないか、これ。逆にポチポチやりたい方やドラクエシリーズをいろいろやってきた方は飽きるか物足りないかもしれません。ああ、そういうことね。ポチポチやりたいってこと?これも逆じゃない?ポチポチやん。あれ?ポチポチやんって言いたかったやろ ?1 の人って。まだやり始めですが面白いですね。あのね、ポチポチやりたいっていうのは僕に対するあれですか?老害扱いですか、あのコマンドのこと言ってるんですか、わかんないです。やり込みや、ハクスラって何これ、ちょっと調べてこよう、これ。勉強になった。あの、ストーリーじゃなくて、アクションがメインとなってるような意味でしたね。ゲームの要素となっている。つまり、マリオってことですよね。PG 助けに行くんやろ、どうせっていうことでしょう。要素にも期待です。要素にも期待です。ってことは、あ、バトルだけの、例えばゼルダでいうなんとか試練の洞窟みたいなものがあるかどうかっていう要素に期待なのかな。僕本当わからん、最近のゲーム横。ゲームは簡単でこういうのがいいんですよ。あ、これはだから言ってるんですね。ただ、3人と35人なんや。ここで僕はどういうレビューを書こうか、そういうふうに思いながら宝を探していきたいと思います。では。あ、でも宝見つかるかな。お、ん ?1 個しかセーブデータないんやね。1個しかセーブデータないのが残念とか、レビューつけようと思いますって言ったけど、ほとんど僕レビューつけたことないですよね。でも最近つけるように、本当に最近、今月から僕レビューつけようかなと思い始めてます。そんなことはどうでもいいけど、すいません。オートセーブ状態、オートセーブは苦手なんですけども、昨日電源切ったんで、オートセーブ状態で始まってます。はい、行きましょう。39分しかしてないよ、まだ。39分しかしてないの、俺13分今喋ったの、すいません。はい。じゃあちょっと一回止めますね。どういう風に撮っとこうかな。確かにね、正直なこと言うとさ、僕も今日これ動かすまで結構腰重かったんですよ、実は。でも、今この音楽聴いて、このオープニングから始まる時点で、最高星5つけたいなと思った瞬間、もう音楽に興味ないんか、今のレビューの Amazon の人たちは、と思いました。一人も音楽について書いてなかったですね。僕は音楽が 70% だというブログも書いてたはずです。ちょっと、そういうのいっぱいあるな。そういうの雑談で入れていきたいと思います。音楽だけでやる気出てますわ。しばらく撮ろう。あ、ここ行ったな、昨日。じゃあちょっと進めてから撮りますわ。すいません。僕さ、今ね、さっきさ、ZL のこと言ったじゃないですか。でも、今ドラキー倒して分かったのは、何これ?やばいやばいやばい。敵かこれ。お宝か?もうキラー出てくる。これ怖かったな、昔。あそこどうやって行くんだろう。あ、謎解きもある。これね。これ。これが、すっごい、ZL した状態が今のやが、普通のインターフェースは。でも、ZR であの状態に入るから、逆にこれ本当にね、本当のこと言うよ。本当に、ZR を超えてるかもしれん。一瞬。で、こう構えて、しまうって A ボタンあるんですよ。
だからしまわなかったら発射してまうわ、こうやって。だからいいんですよ、逆に。本当にこれは僕もしかしたら本当にゼルダよりやりやすいかもしれんなって一瞬で思った感想です。一瞬で、一瞬レビューです。あれどうやって取れるの、あれ。謎解きあるの、このゲーム。え、こちゃうな。どうやって取れる、なんか取れるんかな。こんなところで結構楽しんでるやん。レビュー今のところ3です、じゃあ。本当にね、時間あるときにこうどっぷり入りたいの、だからそこの 声は確かにいらんと思う。あと僕これ It Takes Two 最近やってますけども、仲間も世界一のなんとかににゃるんだって言ってたけど、さっきそういうのも僕あんまいいんやってな。だから自分が何言ってたか気になってもらう。確かにボイスはそうなんやと思う。これ今の何が出るかなっつったっけとか、そういうのもあんまいらんかな。いや俺今日レビューするためじゃないや、面白いよ。俺全然1ではないよ、全然。スマホゲームみたいでいい感じって、それ逆やからね。なんかもう一回言ってる。もう一回言うけど。スマホゲームなんてと思ってたところがあったからね。はい、と。誰かが倒れている。ハニーの兄様では、今助けるぞ。この人の位置づけって何やったっけ。でも今のところモーデルのキラークイーン、キラークイーンじゃなくてキラーマシーン。なんだこいつは。お、音楽めっちゃかっこいい、やっぱり。あれ、このなん、ちょっと待って、この音楽何やったっけ。これ4や。あー、もう鳥肌立ってる。やっぱ音楽のレビューだけで5や、レビュー。ほら、これすごいしやすいんですよね、僕は。この歌結構いいな。もうキラーデビルウェポンって名前になってるし、ちょっと待って、これと、これそれで大失礼。面白いよ、ね、うわ、もう音楽がすっごい嬉しい。ドラクエのさっきのレビューなんかあったっけ、シリーズの人は物足りないかもするけど、シリーズのものやで物足りてるやん、俺。音楽だけじゃ、音楽 CD で聴けるだかんな。宝物来たやな。このキラーが出てき、キラーじゃあレビューエッグはなるな、お前は。弱いなこれ。ちょっとここまでレビュー下がるね。これが出てきた時っていうのは本当に恐怖を感じなあかんねって。これっていうか名前も全然覚えてないけど、不気味だってさっきも言ってんのに、レベル1やから、3かも、これ。4かも。ほんまや。いつの間に、ここら辺ってまだついてきてないです。だからもう、ブシャーって切れるだけの映像で楽しめてた世代やから。むしろ情報型です。情報が型です。お兄様。はい。あれ、感情演出は、はいって言ってた。いてて。うわっ、マヤ。あのさ、そうか、再会できてよかったぜ。やっぱ撮ろうかな、俺全部。面白いやん。だからこれをやりたくない人に、だからでんでんさんやろ。やりたくないというか時間ない人に。失礼ね、あたいの名はミューシャ。ミューシャ、ややこしいな、さっきのミーシャと。いや、覚えられん。さ、え、それ、昨日教えてくれたんじゃなかったっけ。もう一回言うんやん。スマブラみたいに言うんやん。ミュミュ。え、ごめん、話全然遠かった。やっぱフルボイスにしてほしかったっていうレビューは確かにね、確かに分かる。すごい、確かに分かった、今。するミュー。宝はどこだ。ちょっと待って、強すぎるって、圧が。もうあれも怖かった、右後ろにいる人、さまよう兵士。あれ怖かったなぁ。貴様は。おい。じゃあ。欲と煩悩の塊のようなゲームですね、だからこれ。宝はどこだ、全員がもう。
俺だから本当に昨日も言ったけど、ワンピースとパイレーツ・オブ・カリビアンの面白さがわからないですよね。これ独絶1レビュー1っていう1じゃないけど、どういうことを伝えようとしてるのかなっていう。パイレーツ・オブ・カリビアンちゃうか。どんどん出てくるやん強さ。メレイン、メレイン、メレイン推しです僕。覚えられんって、そんな一気に言われても全然覚えられん。この宝箱に石ころが入ってただけのこんなところにそんな強そうな人が出てきていいんでしょうか。クソギンギラ。どれがどれやったっけ、どれがどれやったっけ。その輝きは7つの流石のうちの1つ持ってる人がこんなところの宝箱。あれこれでいいんですか。ニャゴス、ニャ、お、あ、ほらこのジャンクの中に宝があるんじゃないか、それを探しに行こうっていう動画ですよ。これは動画ですよっていうか、何かあるんやっていう、まあ、ワンのワンじゃあドラッグ風に言うと1本目の動画ワンで、あの僕言ったやん、宝はなんか見つかるかもしれんって、なんこれをすることによって視聴者さんから教えてもらった。ヤゴス頼んだ、基本を忘れなかった。なんでジャンクの中に絶対芋あります。放っておけ。おい、レオバ。これどういう関係図になってるの？そこにいる人たちは誰？名前が覚えられない。半文字いない人もらっていい？宝島だ。宝島。自分で付けさせてもらっていい？名前。レオバン隊長。宝島。さらばだ。レオバン。レオバンみたいなやつもすごい後やろね、出てきたの。ブロックエワンツースリーでは。おやぶ、お待ちください。どうかお許しください。あれちょっと愛着出てきた、猫に。俺ちょっとあの猫に愛着出ちゃいます。ブにゃー、すげー。ああ今の宝箱の中に入ってたのを取った人、なん取ったんか、この人が。ここすらも読んでなかったな。レオバン隊長、ブリサか。ブリサ、あ、だからポケモンのなんとかって誰か書いてくれてたら足りないところがなんとかって SV って、そうか、みんなこう一匹ずつ持ってるよね。無理やりポケモンに対抗し始めたところもあるよね、こうやって。おい、俺はカミュ。うん、一回嘘つきます。あれ危ねえ。ねえ、それじゃ。宝集めのライバルだよ。いいね。これね、あのね、スマホで出てない、そしてプレステで出てない理由はやっぱりちょっと小さい子向けなのは間違いないかもしれません。それをあの1からやっ1から現役でやってる人がやってます。それが持ち腐れ世代と呼びましょう、そういう世代を。スマホじゃ出ないもんね、できないもんね、ちっちゃい子供持ってないんやで、あれはスマホは。さっきの宝箱取りたいんやけど、あ、なんとやっとらんあれ、ほんとに嬉しいな。
曲全部録画してるな、どうしようかな、ずっと迷ってます。セーブ声だった。おーい、メールさせてくれない。ほら、もう入るの。あ、低くて、見つけたよ。マジか。そうね、マジか。それだけ話すのがやつだよね。でもそれだけ聞けばいいっていうのもあるけどね。そうそう。ねえ。探検二つの力を合わせるとなんかすごいことが起きる。俺この音楽知らんわ。音楽ないやん。ペテンか新曲やな。あ、でもあんま覚えてないな俺11の音楽は。確かに実は今僕たちが立てる場所も竜の頭のか。え、失礼して。おお。ゼノブレードちょっと思い出しますね。巨大な大物の体が、はい、ゼノブレードと一緒じゃない。ワンやね、ゼノブレードワン。なあマヤ、こんなすごい運ってない。一回運選んでみたいな。嬉しい分よろしくね。でもさ、この大地のお宝全部手に入れてやるぜ。欲のゲームやね、やっぱり。なんて聞こえてたけど、で見たけど、ここで高橋さんが何か本当にどこからよ。よっしゃ、もう乗り物乗れちゃうよね。全部もうキラーマシン出てきたし、もうあのレバン、レバノン、レバノンじゃない、レオバン、レオバンも出てきたし。セーブしたかったな今。よし、セーブしたい世代ですか。これはさっきの、あ、昨日いた人やね。でっかいね、やっぱり動物、連れてる動物も、兄弟なんやね、やっぱり。申し遅れました。私の名はアネモア。アネモア、アネモア推しですけど。インシエを求めし、あ、アネモア推しです。さっきの誰、あのレビューの推しの人すごいの推したな。あの子は左の。ところで競争ですね。ノーバンから聞いた。4番はあんな高貴な感じなんや。本当は違う、さすがな位置づけやったけど、早く倒したい。バギ、バギしてきそう。セーブポイントはなんでいかんの。あれ、こっからや。俺1本目でここまでいかなかった。俺動画2本目に堀井裕二の名前出てきてんじゃん。あれ、これ杉山出てきた。杉山ミュージック、この世界すべてのお宝を。すげえ。
上のこいつさんは亡くなったのはいつだっけ。それよりも前からもちろん開発をしてたんでしょう。だから最後に書いた曲とかもしかして、それ調べなあかんね。最後に書いた曲11なんかこれなんかどっちなんやろ。え、今から始まるの。だからさっきのドラゴンクエストモン、あ、トレジャーズ、モンスターズって言ってね、トレジャーズっていう声が、あれ野田さんみたいやったのかな。こっからちゃんと言うようになるんかな。探検の力で復活しよう。絵を直し、オッケー。覚えられる、覚えていける、そこで覚えていける。労働時間を使って覚えていきます。スラッキープリプリダブ。あら、無表。あ、回復して始まりだし、ミシャ無表。ぬぬぬ、無表。おお、あれミシャ、うん、へえ、うん、なんか電車ありましたね、ドラクエン。あれは何やったっけ、11やったっけ。ですが、すみません。ねえダンブ、ドラクエって海外で人気ないって本当ですか。僕もちょっと分かってないです。なあ、マヤ。では。なんで俺はあっち動かせんのやろ、これ。ずっとマヤばっかり押すんや、俺。世代と声から何からなあ、あれ、どれどれ、ドラッキー、おお、へえ、私の方ですか。ご用ですか。お、ドラキチ来た。耳寄り情報だブ。ドラキチ、え、プラスでキープ。お、ゴールドがない。ある、ある。なんでゴールドあるやろ。俺タッチ倒したんか。敵何、16分の01、キラキラ、どういう意味ある。左上の決めましたか。持ってる半額も出さなかったけど、最初やでね。レアなのとかね、あるんかな。
短くなってる音楽がドラキチアでかな、もっと長かったよね、パーティーにいる時の音楽。こっからか、あ、何もならんかった。てててててててんて省略形になっちゃってる。指導員ジャネマである。しかし腕を振る感じ。なるほど。なあ、ほほ、適材適所はお手の物。来たのか。ああ、うん、ここが拠点なのや。これまでのお宝、これから全部どこに何を渡してんの、今分からなくなっちゃった。これか。あ、なくなってる、ジャンク品が。あれにこれが見れる。受付でーす。そういうことか。了解。お願いします。無表まずこの駅はしばらく使っている方であちこちの方で危険なんです。破損状態でマリコの土があれば駅を修復することができます。マリコの土はありませんが、アスカルトなら地面に切られる土の塊が新しい。人手も必要です。お、あ、そういうことね。あ、スカウト団、アイテムが必要ってこれのことか。注目。あ、敵モンスターを倒すと、倒したモンスターは気に入って拠点にやってきてくれることがある。え、倒して、あれ、何、スカウト団を使おうってないが。お試しください。あ、そういうことか。なんかでこれやったことあるぞ。これなんでやろう、俺モンスターズやったことないのに。最後になんかあったっけ、ファイブにも。そういうスカウトの草みたいなアイテム。ちょっと名前多すぎる、わからん。わからん。お願いします。いっぱいやることあった。何々やったよ、土とオークと。大丈夫さ。あ、変わるんか。わかった、俺に任せろ。ハイタッチ。いつ提出する。お、変わった。3つお願い、クエスト確認。あ、これがクエストです。これがクエストなんです、さっきの人。あ、確かに忘れてしまうところでした。はいはいはい。え、竜の鉄道クエスト、これタイにしよっか。じゃあ動画はちょっと待って。はい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 。あのクエストっていうのは、そもそもドラゴンクエストって出た時ね、僕がちっちゃい時、ちっちゃくないけど、あのちっちゃいよ、で出た時に何っていうことです。クエストっていう言葉自体を初めて覚えてるわけです。で、最近のモンハンとかってこういう風にクエスト受注みたいな風にするじゃないですか。ベノブレードクロスも。で、それが昔は、あ、そんなんやんって今思ったけど、昔はそれは頭の中でやってたことと一緒なことですねっていうことです。レビューです、今のは。で、トマソン、だからトーマスから来てるっていうことで覚えやすかったです。そして、あらすじ。このところの鉄道を復旧するためにトマソンから3つお願いを受けたって書いてありますね。で、なんか3つやね、やっぱり。で、あ、え？あ、これおかしいね、やっぱり。あらすじの一番上の、このさ、なんつったらいいんやろ、これ。これも一つにカウントしてしまうが、点があるで。そこの点をなくしてほしかった。ちょっと、しかも、大きい文字にしてほしかった。
っていうレビュー1下げます。駅を直すために魔力の土を集めようとかちょっと覚えられないんで、こう一個ずつこう、あ、こうやってしていけるから楽なんやな、これを頭で考えなかったよ昔は。OK。 注目。これだけ設定できるぞ。どういうなんか、いいね。あのチョボを初めて見たときはいつ、チョボっていうのは、設定したんか今も。設定したのね。OK。わかりやすいわかりやすい。この今右下に出たのを頭の中で考えなあかんかったで。わかりやすいか。どこや。わからんやん。え？これ乗らなあかんのかとりあえず。トマソンさんの頼みを聞いて。あ、すげえ。もうこんなとこ行けるのすぐに。これ、あ、これの二つが理由なんやね。でも今の始まりの島だったよね。ここは？ここは？さっきのレビューで言うと、この一つずつが何とかっていうか、何かわからん、もう忘れた。ノズさん。レビューで言うと、一個ずつがオープン。良い旅を。レビュー忘れたもん。いいや。いや、これ11の音楽かな？聞いたことあるもんだって。これはさ、80歳超えで作ってるんですよね。すごいっすよね。杉山浩一亡命ばっかりです、僕は今。うわ、すげえ。名前、仲間が違う仲間になって、仲間どうやって呼び出せんだっけ。え、あれ、あ、これか。あれ、何、バツって。ほら、来た。R でね、OK、面白いやん。面白いよ。自分今んとこ3です。走りたいな。走れなかったのは残念。マイナス1。なんでこんな変わるのすぐに音楽。プラス1。いろんな今までのドラクエシリーズを楽しめる。トレジャーっていうのは僕の中で音楽が宝です。どこを差し示してるの？ドラ吉。あ、そっか。ドラ吉飛べるんや。ちょっと待って。あれ、これ罰やな。あの宝箱、さっきのドラキシ飛べるんやで。なんかだ、俺見たもん。これで取るんやな、あれ。あれあれ、何、ちょっと待って、レビュー下げなかん。走れないのはちょっとレビュー下げなかんねんけどな。ここ落ちれるんだ。これ来る場所合ってるか、俺ちょっと分からんな、俺の信者。あとで仲間にしましょう。おっ、おってことないわ。あの宝箱通れるようになったよ。なかなか、そっか。なんて強いの、こっちの仲間。あ、これか、さっきレビューに書いてあった仲間が、なんかほら、主人公がもたもたしてるうちにって俺もや。あれ、これ、あ、使えた。そっか、高田とか戦ってる時しか使えんのやもん。え、なになになに、なになになに、これかっこよ。これ知らんかった、全然。これをしようとしたんじゃない俺は。この普通のここで、あの宝箱だって、ほら、スライムでジャンプしたが、それなんでできんの、宝箱のとこで。あった、宝箱。本当にこれ教えて、誰、もう分からんのかい。説明が不足である。レビューマイナス。俺、何や、これ、取りたいの。ロマン技って書いてあった。俺、それ習ったっけ、俺。読んでないんか、俺の。ロマン技っていうの、あれ、今の。これ、仲間じゃないわ。会心の一撃できない。会心の一撃だけでもやってこんだな。仲間になりたいのかい。めちゃくちゃ仲間になりたがるやん、みんな。あれ、せんでもか。スカウトダウン。スカウトしたい時のあれをつねんの。分かった。で、これ来てる場所合ってるかどうかが、地図が狭すぎるんだよな。これ、待って、どこ、どうやって、あ、脱出なんてあるんや。リレミとあるんや。あった、地図。ごめん。豆知識よ。ん？世界全体が地図に表示されるようになったぞ。うん。
今ここにいて、これ何？山頂の駅。これ何？え、これ来る場所合ってるかな？あ、ここやね。俺の今後ろに進んでいくんやな。わかった。そういう風に見るんや、これ。すげえ。これなんかわかりやすい。これを今僕が向いてる後ろ。ここ、わからんわ。建物からとりあえず出ないと。ちょっとそこまで飛ばしましょうかね。え、どういうこと？ここにいるのこの人。いや、そうなの。順調かって、滝行ってるやん。こっちの方が順調やね。あれ？ちゃうぞって言われてるのか。わからんわ、俺。何がキッズ向けやねん。全然キッズ向けじゃないです。さっきのレビューに言いました、今。ちょっと行ってきます。こっから出れた、こっから出れた。ちょっと待って、切られた。こっから出れたわ。扉があった、でっかい扉が開けれた。オープンワールドすぎるな、僕には。さっきのレビュー、さっきのレビューはオープンワールド風と言ってましたけども、皮肉を込めて。ここオープンワールドですね、僕には。これ十分。こっちのここまで行けるもん。これこ宝あるやろ、ほらね。あ、え、ない。あ、でもすごいオープンワールドやん。ここ入れるの。あ、すげえ。あれ、ちゃん入れん。風やな。オープンワールド風やな。いや、でもオープンワールドやな。こんなとこまで登ってくれるの。すごいオープンワールドやん。何ここ。来てると思うちゃうやろ、多分これ。あれ、あれ、乗り物やん。あれ、あれ、俺すごい迷子になってない？俺、ちょっと行ってきます。すごく見晴らしがいいんですね、これで。で、ここで言うと、ああ、これを見てるやんね、今。OK ですよね。OK です。やっと分かってきました。あれ？めっちゃ強い！すっげえ減った。なんて語ったの？どうやって回復するって語った？仲間になんとかって書いてあったっけ？やべ、めっちゃパワーないやん。焚き火探そう。お、宝もあった。おお、おお。豆知識よ。採取ポイント調べると様々な素材が手に入るぞ。高いところから落ちたらあかんねんな。昔のマリオ6人だったかな。あれもそうやったね。あー、そこなんや。高いかな、ここ。高いな、ここ。怖いな。ここちょっと走りたいのは、本当のレビューで走りたいです。しばらくもパチンコになります、こういう。あ、ありがとう。なんか、してくれた？回復。え、回復って、なんつった今。あ、そうか、これか。これ、ロマン技で言ったんか、今。ついていけねえって、本当にコマンドじゃないと。本当に。ボタン長押しで回復よ。あ、長押しで回復よってた。ボタン長押しで回復って何？何ボタン？え、ちょっと待って。回復もわからんねえけど。俺このゼットアダ好きやな、結構。私とロマン技で回復よって言ったんかと思ったんやって、本当に。違ったね。ボタン長押しで回復よって言ったよね。面白いよ。すごい面白い、今の動画も見つけるの。すごい面白い。僕は面白いよ、これ。まだまだキッズの心が入ってます、僕には。多分飽きるんやろな、でも。飽きるんかい。飽きるんやろな、でもな、これ。もう分かったって言って。高い。すっごい熊みたいなのいたし、すごいすごいすごいオープンワールドや。面白い。何に使うかが分かりません。おー、骨。回復したいんやけど、俺本当にどうすんのかな。パーティー。こういうコマンドじゃないと、やっぱり。
あれ魔法ってないんやな、魔法って唱えたいんやけどな、魔法っていうのを持ち物、薬草、薬草っていうのもないんかも、今薬草ってないんかも、今本当に輝きそうなのか、魔力、ちょっと待って、弾の追い身弾を自分に当てたいんですよ。どうすんの、自分に当てたい時って。これ仲間団体、ボタン長押しで回復って言ってた気がするんだけどな。あとお腹空いてなかった今、なんかちょっとなんかあげなあかんのか、ここでビヨーンって、あのジャンプどうやってやったっけ最初。見せてやる、あ何今の、見せてやる、自分の回復 X、 あー X や、X で回復した、 X で回復しました。キラリンのとかの色を出してしまうと攻撃しそうになります。モンスターは仲間じゃないという時代の人なんで、僕見せてやる、ちょっと着方が分からん、酔いますよね、どうやって降りるやこれ、どこ降りれるのかな、あ降りれた、いいね、宝物、お宝、お宝っと、いつからやれ足で開けるようになったの、まあ、でも最初はそういう絵も出てなかったよ。コイン、コインを装備すると仲間モンスターを作る、え、そうなんや、メニューから装備しよう、何コインって、小さなメダルじゃないよ、装備中のコイン、豆知識よ、コインを装備して神やマヤを仲間を強くしよう、うん、何これ、これを手に入れたか今僕は、お前自分だけ強く、40なんとかのとこまで行きましょう、ちょっと止めましょうか、ないない、もうスカウトに成功したって出たんやけど、さっきの何やったっけ、仲間に泣いたそうにこちらを見ているやったっけ、さっきとどう違うのか、お、なんか魔法唱えてる、こんな大きくさレベル5で倒せなかったよね昔は、こんなの35ぐらいの時に出てくる、なんか29ぐらいで出てきた、28ぐらい、本当の後の方で出てきてたよね、多くっていうのは多分。かわいくなってるし。どこ行くんでしたっけ、ここね、26の時に。あ、なんか教えてくれてる。面白くなってきてるんだけど、普通にこのゲーム。本当に。全然いいと思う、これ。こんなに期待してるの、みんな。魔力の土集めたんか今、あ、そうなんや、そら、くらえ、ほんまや、あれだな、ほんまや、ロマンゲージがたまったわ、あ、ロマンってこんな遅いのたまるの、逆に、逆にって、痛い痛い、強い強い強い、あ、強い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 、仲間が、本当は主人公がボサッとしてる間に仲間が、スライムは後から出てきたね、この辺、
今度もう、いかんでいいんか。オッケー。じゃあ、次の、今の1個だけだよね。うわ、なんかこれ、3ぐらい出てきたやつかな、新しく。どうかな。うわ、そういう風に動いてたよね。知らんかった。動かんかったで、僕ら、ちっちゃい時。これは一緒やね、さっきと仲間になりたい。スカウトに成功した説明なんであの時だけ出たの途中で、しかもなんか1回目じゃないのに。もうフィールドでこれ拾ってくるの嫌じゃないね、僕。じゃあちょっと次の目標地まで設定しましょうかね。どうしようかな。ちょっと魔力の筒めっちゃあると、ここで祈りめっちゃあると、ね、さまよう鎧、さまよう兵士じゃなかった鎧やね。もう操作わかんない。ちょっと待って、目的地どうやって設定するんだっけな。これ戦闘終わらないできんのかな。できた、ごめんなさい、プラスボタンでできたわ。これで、よし。あれ？報告可能。完了。ああ、そうやって出るやん。仲間に加え、多くをね。あ、さっきの多くだから説明出たやん。ごめん。そういうことか。じゃあ、これや、次。いつの間にかそうなってるやん。報告可能ではないか。あ、怖いな、あれがなんかメラみたいに見えてる俺。メラ。あまりの音強かったかな。うん、あんま使わない方がいいかな、これ。個数意外と少なかった。ヒートストライク。メテオストライク。強い最初から敵が、あ、敵じゃない仲間が。それはスカウトしたいされそうなんでしょう。でも、あの怖さはないですね。敵が現れたあの怖さ、時に面倒くささ。とか3人それぞれがたまるんじゃなくて、誰か1人たまったら1人とロマン技するのよな。これ入っていいんか、ここ入っていいんか、入っていいの。お、強い。助けてに来る。これ何しに来たっけ。全然何しに来たか忘れちゃってる。
の野営地、野営地の向こうにいる。あ、やっぱりね、光るものを持ってる。うん、ブラドクォーツ、ブラドクォーツ。アイテムの名前が簡単っていうね、FF ドラクエ論争の中で FF の方が難しかったんですけど、少し休むか。ブラドフォーツ難しいっす。クォーツ、ブラドクォーツ分かんないっす、どういうのか。あ、今ので思い出したいけどさ、昔のドラクエの攻略本ってさ、みんな学校持ってきてたやん。あの攻略本にさ、絵描いたってんって、ドットエアではどんな鋼のあの鎖片びらみたいなどんなんか分からんかったんって。それをさ、その赤い表紙のさ、しかも3になったらさ、確か赤い表紙でさ、あの青い表紙は2でさ、黒い表紙が1やったかな。あの赤い表紙だけで上下下に分かれなあかんくなっちゃったの。あのすごい大変やったから。でも辞書みたいに途中からなったの、 FF になってくるとアルティメットみたいな。でも動物の森の方がすごいすごい分厚いです今は。でもその攻略本見て、鎖片びらってこんな絵なんやって、文字だけでは分からなかったあれがそういうものなんやっていうのが分かるんですよね。だからブラドクォーツは分からないです。この分からない状態のまま攻略を見ると、ブラドクォーツってこんなんやっていうのがあるんですよ。僕何が言いたいんかな。でもどこ行けば行くか分かるのは分かりやすいですね。あ、またこの子や。だってそのいつテイク2はちょっと難しかったんです、それが意外と。珍しいな、あのモンスター見たことないもん。ほら、普通にドラッキーやん、ブリザは。ブリザっていうの。ブリザ推しです。キキ。キキ。なんでそんな可愛くなっちゃったの。怖かったよね、本当にちっちゃい時、僕、本当ドラッキーは。それで。だからさ。ブラドクォーツ、ほらそうです。ブリザー推しじゃないです。私に会いに来たのって言えばくれたって言ったら、なおさらブリザー推しではないです。ねえ、ん、何買ったらって何すんの。バトル、バトルすんのこのこと。ライバル団との戦いについて。ライバルお宝団とのバトルは、敵の旗を引っこ抜けば勝利できる。全員の旗を、全員の旗を、まあ、敵をやっつけるか、攻撃をくぐり抜け旗を引っこ抜く。面白いやん、面白いやん、めっちゃくちゃ旗引っこ抜く。え、弱、え、めっちゃ可愛いブリザなんでめっちゃ可愛い。え、ブリザめっちゃ可愛い。ちょっと待って、いいの今の。戦ってるんですけど、あっちでこれか。主人公何もやることないって。あ、違う違う、主人公はもたもた、あ、違うわ、もたもたしてない。おお、さすがブリザのあれです、連れてたボス仲間です。シュールやな、この画面、この画面シュールやな、シュールやな。俺たちの勝ちだ。ちょっと面白いけどシュールやな。あれか、さっきのもう言葉忘れたわ。バトルを中心としたゲームの専門用、ゲーム用語忘れちゃった。優しいブリザー、嘘、めっちゃ優しいブリザー。ちょっと、うん、そう、攻略本じゃないとわからんからね。あ、こんなちっちゃかったやと思ったもん、攻略本でも。にゃん、かけらじゃないの。あ、かけらなのこれ。だから見つけた場所に行っても見つかんないじゃないかな。仲間のモンスターのお宝ビジョンで見えるかもしれない。
剣が、探検のお宝が欲しいってあなたの思いを込めてみて。ちょっとわからん。ビジョンとコンパスの違い、旗とクエストのチェックボックスの、あの目的地。あ、さあコンパス隊に空発する。え、ってことはかけらはもらえなかったよな。 L プラス B 難しい。 L プラス B かけらじゃダメだったんだねって。いいんやって、いいんやって。かけらでも可愛らしいな、ブリザは。さあどこかな。まだ遠そうだ、で今これ押したらこれ出てきた。ごめん、あれ押してた、さっきから。あったよね。じゃあこれで飛べたやん、さっきの宝のところ。はいっと。あ、やっぱねこれ飛べるんやね。タクト、タクトじゃない、ゼルダと一緒やなこれ。お、パワーがなくなってる。ジャンプジャンプ、行け。え、これでよかったやな、ね、だからさ、高いところから飛び降りんでよかったやな、さっき。72ポイントも減って、ヒットポイント。LB。さあ、どこかな。まだ。あ、ほんと操作がむずい。ほんとに。それだ。たまたま俺今 L を押したでよかったんやけど、なんで押したんやろ。あ、コンパスで押したんやね。ロマンゲージが溜まったわ。これ何、あ、ロマン溜まった。ロマン、ロマンがあるやん、ね、ロマンがあるやん。 A、 あ、ちゃあちゃあ、ロマン使ったことある。 A はファイナルファンタジーの話になっちゃいますけども、セブンでさ、こんな A やったやんってなったやん。あの召喚獣、あとで統治法で、統治法がすごかったけど、今召喚獣で、それがかっこよかったんですよ。でも8で長くなりすぎて、もうほんと飛ばしたかったんやけど、四角ボタン連射するとなんか飛ばせたんか、ちょっと強くなったんかなっていうのになったっていう。だから飛ばせはせんけど、四角ボタン連射すると、飛ばせたじゃ、連射すると強くなったんじゃなかったっけ。飛ばせはせんのかいと思ったんじゃなかったっけ、あの時の内臓ブラ、なんか最終技内臓な、もうそれも出てこんな名前。それは見応えがあったからよかったんやけど。あ、これだから防御力上げてるんかな今。すごい分かりやすい。スカラとかさ、スクルトとかさ、全然どうなってるか分からんかったやん。ワンツースリーの時、こ、守備力が少し上がった、上がったみたいな、もう何やったっけってなるんで、あれがすごい分かりやすいね今のね。あえて絵で見てくれるとね。そこも分かります。お、近いか。お、こんなことまで教えてくれるの。お、近いか。さあどこかな、あれだな。お、こんなになるやん。え、え、どういうこと、どういうこと、違うの、ビジョンこれ分からん、この風景分からん。え、わかんない。あ、これむずいわ。さっきのレビューのこと言ってましたけども、いや、むずいむずいむずい。写真だけで探すのかって言ってましたけども、むずいむずいむずい。ちょっと、これさあ、どこかな。うわ、近いか。ごめん、あの写真どうやって拡大するの。どうやって拡大するの、写真。ちっちゃすぎる写真が。はっ、待って、熱々熱々。これ得意な写
写真どうやって拡大するかわからん。ちょっと待ってね、街何してたの二人。ちょっと一回止めますわ。よかった、近くに来なあかんね。近くに来たら見れるな。岩、草どうやって覚えるのこれ。木壺。近くにいるときにこの人たちがこのビックリマークになってるんですね。俺写真で見つけるというなんとかな失態はしなかったみたいなレビューに思いっきり引っかかってるんです。あ、そういうの光ってくれるやん。キッズ向けって俺やん。キッズです、いつまでも僕は心は。だから面白いよ、パイレーツ・オブ・カリビアより。ブラッド、あ、ブラッド・クォーツ。これはあと2個ってこと？やったわ。あ、3個見えたのは何やったの？3箇所から見たってことか。どっからだから3箇所の写真から同じ場所を示してたんならそういうことね。風乗れるの？おお、かわいいね。各タイプの検索権連携を技術が高いと。あ、そうか。いや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 、面白いな。全然面白いよ。これで、あ、ここはだからこれで、おいっと。これが、あら、おいっとって出した。可能だぜ。あら、ちょっと待って。届かんのか。でもさっきからすごい高いところ落ちたり。登れんかったりしてたのは全部これで解決ですね。あれ、風どこにあったっけ。ありますね、風。これ風かな。風やね、これ。ここで滑空タイプ拾いたくなっちゃうんだけど、いいやよね、拾いちゃうなっちゃえば。すごい面白いです。すごい面白いです。面白いです。あ、危ない。落ちれる。結構操作できる。危ない。で、あのパワー何気になるんだけど、パワーの間しか持てんのかな。パワーの間しか持てんな、これ。どうも。でも面白いです。面白いです、このゲーム。星5です。面白いよ。ありがとう、進めてくれたでんでんさん。ワンを見てください。ワンって言ったらワンじゃねって。ドラクエみたいに、あの、1本目の動画を見てください。ここさっき自分で戻ってきたとこやん。で、いいんですよね。こうやって。じゃ、ちょっと止めよう。いや、買ってよかったと思う、俺。やっぱり。ちょっと1本目の動画の時はあれかなと思ったけど。あ、はい。言ってくれてるね、ちゃんと。あの、左上のフォントがレベルじゃない。ドラクエ9ぐらいからのフォントになってる、ちゃんと。ありがとう。ありがとう、そういうとこありがとう。レベルじゃない、ドラクエ9は8年間、8年かけてクリアしたで、ね、そういう動画もあります。あ、これ全部ちゃんとつけときますわ。あの、概要欄とか、最後の、あの、サムネイルに、動画の最後に出るサムネイルに。昨日のやつはちょっと、ね、眠かったとか、まだ準備してなかったんで、ちゃんとしときますね。そういうの統一してやりたいなって思えるぐらい、今のところは星5です。アマゾンレビューです。これで、でも多くを受け付けて仲間にしてこなかったね、まずね。走りたいけど、まあ、そこだけはね。お、いた。妹がいたよ。ご用ですか？妹欲しかったんだろう。姉ちゃんが。うわっ、こんないっぱいいる。お仲間の候補です。あ、え、アリッサと鎧って違うんや、これ。これ、なんか、面白いね、こういうの。俺、ドラクエモンスターズのポテンシャルあるんじゃない？ポテンシャルって言わんか、それ。ペラチー、名前かわいい。これ名前かわいいって言った時ね、スラリンが初めて出てきた時のところすっごい面白かったよな、5の時。なあ、急にな、敵やったのがな。で、加入可能と加入可能じゃないのがある。どういうこと？あ、そうか、加入条件がないんや、これ。あ、だから違うこと。うん。だからさっきの説明が出たところもわかりました。これをあげたんやね。小麦を。
僕は大奥屋でこれやの決めましたか、うん、頼りにしてるぜ。いやいやいや面白いよこれ、なんでレビュー1なんやろ。早いやんここの仲間の音楽いいですね。入れ替えなかんねん。そうか、そうやな、これかな。飛べなあかんし、あ、そういうのもあるやね、飛べなあかんしとかそういうのもあるやね、うん、キー、うん、何したいの、何をした今、ちゃちゃちゃ、これをこうやね、こうやね、どういうことか。これで欠点を下がるのか。パーチタイプ、連携を使うと近くにある素材、なるほど。覚えとくといいわ。ジャンプタイプ、それを教えてくれて、前知ってる。どうなる、決めましたか。もう入れてみようか。でも8人ぐらい、馬車欲しいな、馬車、馬車世代です、僕も馬車世代馬車世代馬車世代っていうタイトルにしよう。あ、こいいな、いいですね、はいはいはい、こいいな、この何したしてるよ俺年末に。このキラリン、ドラ吉、あ、もうキラリンが可愛いんやけどな、キラリンが可愛いんやけど、こう見てみたいし、これもビットビット、豆知識よ、ダッシュタイプ、おー、チーター集まるまでやね、チーターじゃない、これなんて言うんだっけ、トラ、トラ、ね、ドラクエ5のタイ箱にも書いてあった絵のやつやね、なんやったっけ、トラ吉じゃないし、面白いやん、めっちゃ、はい、お願いします、ご用でしょうか、調子はいかがです、エテルクロストが一覧で表示されるぞ。ん？報告します。納品します。丁寧やな。丁寧な仕事やな、やっぱ机のエニックス。お疲れ様でした。わあ、スキッシャ。あれ？送り出すのも。どういうことなんや。そっか、手伝ってもらわなあかんねやもんね。親方、大奥の親方でした。おお、無表、いや、面白い、お疲れ様でした。これはこれで面白いぞ。なんとこの全てのご縁、無表、ありがとうございます。鉄の大旗、ん、大旗ですが、まだあるのクエスト、この子、こちらにあります。うん、うん、行く行く行く、置いていった、置いた、はい、はいはいはい、地下室しか教えてくれてないんかい。地下室から取ってきましょう、旗を取ってきましょう、面白い。いやぁ、うん、名前は全部覚えられないんですけれども、迷宮ってことは洞窟になってるのかな。ここまでしか教えてくれてないんかい。これクエストって言わんのか、これは。え、どここれ、似てるんやけど、最初来た時と。あ、なんで入れるの、入れるの前は。7大陸見れんのや、7大陸竜、竜、今行ってきたとこが黄色のところかな。これやな、いいじゃん、点取ってこれる自分で飛ばそう、はい、本当に鉄道っていうのは衰退してってるみたいですけど、そうなんですか、てるんです。あれ？ん？なんつった今？まだ入ってた？海ブルームの壺みたい、苗の苗のあれみたい。もしかして石板？
セブンのあれやん。さあ、ずっとワンからやってきたんやけどさ、セブンでプレステになったんですね。その時ショックやったん、ちょっとなんか。でもドラクエっていうのは売れてるハードで出すんですっていう説明があって、で8もプレステ2で出て、9が DS やったんですよね。で DS だからこそすれ違い通信のマップがあったんですけど、その後11がプレステとスイッチは後から出たんやったかな、大空の羅針盤 DS で、ん DS 3DS で、ちゃ DS、 ん 3DS かで出たの、すごくない？あ、 DS かだな、 DS とプレステで出たやな。だから2つ作ったみたいなもんなんですよ、ゲームをね。ちょっと違ったみたいやし、モードが。待って、こんな何の話も出なかった。だから売れてたんで、どっちもね、 DS もで、スイッチでその後 S っていうのが出たんとかな。で、10はどうなってんの？ 10 は全然僕わかんないです。10はなんかオンラインなんやろ、あれ。あ、わかんないですよね。え、12は何で出てるかですね。今売れてるのはスイッチで、スイッチで出るんかな。あれ、俺全然話読んでなかったけど大丈夫かな。え、羅針盤と7つの流星読んでみるわね。あ、全然見てなかったこれ。ん？おう。写真撮っとく。この、これが、この方向切り替えが ZL が良かったんですね。また苦言。レビューに影響しますね。はい、お、直してきてる、もしかして。な、どんなやったっけ、あそこ直ってくんかな、これ。おお、無表。ほとんど自分で取りに行けたやろあんたっていうところにありましたよ。皆さんは見せたいもの。無表。見てください、やったぜ。どこの旗あるの今、中の島々に行けるのと。へえ、早い早い、早くていいね。そうですが、支店の駅は動いてることを確認しました。ただその他の駅は動力が途絶え、動かない。休止復興し、イシシ、お待ちください。ポケモンみたいになってきてるよね。だからさっきのあのレビューのポケモンなんとかの足りないところとか言ってたのは、モンスターの方が強くなっていくものだよね。でもあのレビューの人は自分が戦いたかったよね。よっしゃ。あの猫どこ行ったんや、そういえば。猫が連れてきたプラキーとスライムいるんやけど、こっち。よし。どんな名前がいいかな。え、ここ名前決めれますよ、さっきのレビューの人。うそー、これレビューに返しとこっか、返事。見てるかな？見てるわけねえやん。ここ名前決めれるからですよって。ね？レビュー1の人、もう一回出します？出さんは。最初、冒頭見てください。失礼します。ちょっと待ってね。名前何にしようかな、ほんとに。すいません、普通に、歌ペンにさせてもらいます。いい名前だな。ここやん。愛着持って名前決めれるところ。感情移入する。あ、旗立てるのにもかなか。
今からこの場所が俺たちの団の本部だ。いいか、めちゃくちゃ話早いな。お宝は全部俺たちがいただくぜ。みんなでお宝を手に入れるぞ。昔はスライム倒して、スライム倒して、やっとドラキー倒して寝て、その間に何回もセーブしてやって、やっと強くなったけど、今もういきなりオークとかさまよう鎧とか倒して、もう電車乗れるんですよね。早い話が。名前あんま覚えられてないって、トンビと仲間の人やな。お、こうなってるのかな。トレジャー、上何これ、トレジャーって覚えとくといいわ。え、ダンランクとトレジャー総額、お宝たくさん集めたり価値を上げたりしてトレジャー総額を目標に貯めるとダンのランクを上げられるぞ。段のランクが上がるとコインを装備できるマスが増えたり、鑑定額にボーナスがついてる。へえ、そこまでやり込めるかな。あのあれ、鍛冶屋とかもあったなって今思い出した。 DS の11のやつ、11面白かったっすよね。やっぱいや、面白かったね。プレゼントコードがあった、あれ、そういうとこまでやってるからね。断面変更できるやん。お、ちょっと治ってる。待ってたぞ。ありがとう。宝物庫が開放されて、あそこにスライムみたいな絵になってるよな、あの宝はね。あれはもうそこで動力源になってます。お、違う、違う、動力源じゃなかった。こりゃいいや。スライムやった、普通に。さっきのと一緒やと思ってるんやけど、俺。え、これ何？何これ、何見て入れたの、これ。蹴破られた城の壁、これあれじゃない、ジャンクやったやつやね。あ、そっか、ジャンクやったやつが今鑑定されてるやん。ごめん、俺そこもついてきてなかった。何この蹴破られた壁って、ドラビル、これドラビルかな。え、どういうこと、どういうこと、何でも鑑定だみたいな。これいつ手に入れたっけ。722、めっちゃ後や、番号めっちゃやり込みあるなこれ。こういうの集めるの楽しいよな。ジャンク、蹴破られた壁、これトレジャーとジャンクの違いがわからん。トレジャーも600個もあるよね。蹴破られた壁、天下一品、異世界のもの、ドラゴンクエスト4、導かれし者たち、ドラビルじゃなかったし、4が一番俺好きなのに全然覚えてない。やっぱりあのストーリーは本当に覚えられない人なんで、ごめんなさい。何回か修理されたとこある、サントハイムジオンの壁、これ絶対その4を知ってる人って、僕も好きなのにな、覚えてたら嬉しいやな。宝の価値がやっぱり持ち腐れたな、やっぱりこのサブタイトルの通り、僕の動画の。お、ちょっと待ってよ、ありすぎるってメニュー、プレイメモリア、あ、何これ、なんでここにもあんのこれ。あ、カテゴリー分けになると違うのになるだけか。はあ、はあ、そういうことか。分かった。例えば、なんであの宝のやつが一番最初に出てるの、これすごいが。こんな風に見つけたお宝は全ての宝物庫にしまっておく。ニュー、おー、豆知識よ。お気に入りのお宝を前取れちゃうと台座に飾っておく。飾った段の名前が時々磨いてくる、仲間が磨いてくる、価値がアップする。へえ、そこまではやり込めんけど、どう、ここね、蹴破られた壁、どこに蹴破られた壁、これをこれに変える。おぉ、この元ネタ知りたい。次回の雑談にしようかな。じゃあここまでしようかな、この動画は。これな、キリイシ。ありがとうございました。